長野県上田市にある砥石米山城です。あの武田信玄が大敗したことで砥石崩れとして名が通る城です。今回はそんな砥石城と近隣の関連施設やお食事どころなどもご紹介します。上田駅です。長野県上田市は真田氏のご当地とあって駅前も真田推し。真田幸村像と六文銭、絵になりますね。これから訪れる砥石米山城も真田氏とは深い関連があります。では行ってみましょう。国道144号線を北へ向かって進み、看板が出てるので伊勢山の信号を左折、道なりに1分も進めば案内板が出てるので右折すると、もうすぐ先に来場者用の駐車場が見えてきます。10台くらいは止められるかなという広さの無料駐車場。山城に入る前に水分補給、自販機があるのはいいですね。五条院は記載の3箇所で買えるみたいです。ルートマップがあり、その後ろにはトイレもあります。用を済ませたらさあ行きましょう。駐車場の横の道を登っていきます。この辺はまだ舗装路、案内石碑がありますね。なめんなよ。このなめんなよの言葉の意味を数分後に知ることになります。矢倉門が見えてきました。階段があって上に登ることができます。木々に覆われて眺望は望めませんね。矢倉門から先は未舗装路、この辺りはまだ傾斜も緩やか。砥石城と米山城への分岐点に来ました。まずは砥石城へ向かいます。傾斜がきつくなってきてロープが出現、そして270段もある階段。いや、なめんなよの言葉通りでしたね。登り始めて20分が経過。砥石城に着きました。20メートルの作兵方形クルア、物見台程度と想像していたので思ってたより広いなという印象です。南西方面、上田原を望みます。富士見なんちゃらって至る所にありますが、実際に富士山が見えた試しがありません。ここはどうでしょう。やっぱり見えませんでした。砥石城を後にして本城へと向かいますが、北側の切岸の深さがすごい。
北側から見た切岸。大手口に来ました。妖体寺から登ってくるとここに着くんですね。南側に伸びた作平地、車を過ぎながら北へ。それぞれの車はいずれもに3メートルほどの切岸で区切られています。小口らしきものが見えてきました。本来は南側の小口横にある石垣。本庄の本廓です。砥石城からの道のりでもそうでしたし、この廓を見てもああ本庄だなって感じです。東西25メートル南北30メートルの本廓は砥石城よりも広いです。本城からさらに北にある増形城へ向かいます。高い切岸が突如現れたので、この先が増形城でしょう。入り口がクランクになっていて、確かに増形です。増形城に着きました。狭いです。堀切の向こうにある物見台へと向かいます。ほう、なるほど、これぞ物見台。真田の里が一望できます。これは真田が欲したのも無理はないですね。最後に米山城へと向かいます。上りよりも下りの方がはるかにきつい階段。分岐点まで戻ってきました。当然歩きやすい姫道を選択。切り岸が見えてきたので、この上が米山城でしょう。ここは二角かな。主角はさらに上にあるようです。着きました。米山城です。村上義清公の日、確かに真田に奪われる以前は義清の城でしたが、ここは上田氏、この日を建てたのもおそらく上田氏。
砥石城といえば真田の方が知名度は上なはずですが、ここに吉清の石碑を建てるとは、上田氏は太っ腹というか懐が深いですね。四角に木が生えてないので広く感じます。ただし南側は木が生い茂って眺望が望めません。駐車場まで降りてきました。砥石城、本城、増形城、米山城と回って散策所要時間は1時間20分でした。さて、砥石城といえば武田信玄が村上義清に大敗した砥石崩れと呼ばれる2度目の戦いが有名ですが、1度目の大敗となったのが上田原の戦い。お時間があればその古戦場跡に行ってみるのはどうでしょう。上田市内にある石熊神社の境内に上田原古戦場跡の碑が立っています。村上、武田、両軍合わせて数千人の死者を出したといわれる上田原の戦い、それを後世に伝えるために建立されました。見渡す限り田んぼが広がる地に立つ小さな鳥居。ここは板垣神社。上田原の戦いの戦死者の中には武田家の重臣板垣信方も含まれていました。板垣信方が討ち死にしたとされる場所には祠が建てられ、信方が愛煙家だったためか今でもタバコがお供えされています。さて、砥石城を訪れて食事をするならここ一択です。砥石城から車で数分のところにあるフェアリーテール、ここはマジでおすすめできます。ランチ時は女性客でにぎわいそうなおしゃれなイタリアン。ランチメニューはもちろんですが、ディナーにもお得なセットがあります。プレートに乗った前菜の盛り合わせ、サラダとメインのおまかせパスタ、この日はカルボナーラ、こちらはシーフードドリア、どちらも美味しいです。そしてプラス200円で選べるデザート、これこそぜひ食べていただきたい一品です。店の名前でもあるフェアリーを冠した、その名も妖精のプリン、これはほんと絶品ですので超おすすめですよ。今回は長野県上田市にある砥石米山城をご紹介しました。4度も戦いの舞台となった稀有な城で、なめんなよの言葉通りかなりの山城でした。お城を中心に全国の観光地を訪ね歩いています。今後の動画もどうぞよろしくお願いいたします。